帝国になりましたので、第、7回目の計算会議特論 A をやっていきたいと思います。本日も、理研の、情報基盤センター中田先生に、線形代数演算ライブラリブラスト・ラパックの基礎と実践、今日は2位ということで、講義していただきます。ではよろしくお願いします。あ、皆さんこんにちは。2回目の講義に来ていただいてどうもありがとうございます。理化学研究所の中田です。今日はこういった題でお話しさせていただきたいと思います。線形代数ライブラリのブラストからイーパックのことなんですけれども、単にライブラリ呼べばいいっていうことです。今回のテーマはライブラリ呼びましょうと。で、ライブラリ呼ぶときは高速なライブラリを呼びましょうで、それだけなんですけれども、それだけだと、10分ぐらいで終わってしまうので、どうするか、やりたいことと説明したいこととしては、コンピューターの簡単仕組み、どうやってこうコンピューターが速くなるかとか、どうやって、コンピューターを、使っていけばいいのかっていうのをは、最初どういうふうな、簡単な仕組みからちょっとゆっくり説明していきたいと思います。で、今後コンピューターっていうのは、今までどんどん CPU もメモリも速くなってきたんですけれども、そうはいかなくなってきているという現状がありまして、それはそうしたらどうすればいいのかなっていうふうなことをざっくりと説明したいと思います。で、それでその後でブラストからエイパックを高速なものに変えられるというふうにしていきます。今日の授業内容はこんな感じでいきます。で、コンピューターの簡単な仕組みについてってことなんですけれども、コンピューターっていうのは、情報系の方はなんかフォン・ノイマン型コンピューターだとかダイアグラムだとか習ったことあると思うんですけれども、それについてちょっと、説明していきたいと思います。コンピューターを一番簡単に示すと、非常に簡単に示すとですね、こういうふうになりまして、フォン・ノイマン型コンピューターと呼ばれるやつです。今あるコンピューターのほとんど全てはこんな形でありまして、例えば、一番基礎的なところが CPU、演算装置ですね。それでメモリっていうのがあって、それに、プログラムなりデータなりが、蓄積されると。入出力っていうのは、ディスプレイであったり、キーボードであったり、ハードディスクであったりとかするわけです。で、一番、僕らが陥りやすいというか、トップ500とかすごくミスリーディングなんですけれども、トップ500でも世界で一番速いコンピューターをやる、その時もものすごくミスリーディングなんですが、CPU だけ速いっていうのを強調します。だけれども、例えば CPU だけ速いコンピューターが本当に速いコンピューターかというと、そうではなくて、フォン・ノイマンボトルネックと言われるものがあります。バスのスピード、要するに、バスのスピード、これちょっと専門的なんですけれども、普通、ジャーゴン的に我々はメモリのスピードとかメモリのバンド幅とかいうふうに言いますけれども、そこのメモリのバンド幅とか、そこのスピードが遅いと、それが利息になってしまうよということが あります。要するにですね、 CPU メモリ入出力が高速っていう、CPU メモリ入出力が高速っていうのは必ずしも高速ではなくて、それをつないでるバスっていうのも、非常に重要な要素であると。プログラムの高速化にはボトルネックをどこか見極める必要がありますよということをここでは示しています。よろしいでしょうか。じゃあ最近の、CPU のバンド幅はどうなってるんだろうかということを説明しますと、これはトップ500というやつの、グラフでありまして、上の青い線が全部1から5、トップ500というのは、世界で一番速いコンピューターを決めるランキングのようなものでありまして、ランキングでありまして、毎年なんかコンピューターセンターの人たち、我々理研のところでもサブミットしてますけれども、そういうふうなところで、リンパックっていうのを測定して、サブミットするわけです。で、世界一速いやつが、SC とか ISC っていう国際学会のボフ、バーフ・オブ・フェザーっていうなんかセッションで、一
1位はここです、2位はここです、3位はここですって表彰されるという、まあ、あのポリティカルな儀式があるんですけれども、この青い線がそのサブミットされた全部の500の、まあ、500なんですけれども和、パフォーマンスの和です。だからまあめちゃくちゃ早いわけなんですけれども、で、黄色いのが、一番早いやつですね。すみません、赤いやつは一番早いコンピューターですね。まあ、ところどころ技術革新があってガクッと速くなったりするわけですね。あの一番、K が、ガクッと速くなったりするところもありますし、まあ、そういうふうなものがあります。で、一番下が、黄色い線が、トップ500です。まあ、縦軸が、速ければ速いほど速いわけで、で、横軸が粘土ですね。で、上に行けば行くほど速いんで、結局毎年ものすごく速くなってます。まあ、これログスケールなんで、毎年強烈に速くなっているということが分かります。まあ、ここで分かってほしいのは速くなっているということです。で、メモリのスピードですね。メモリのバンド幅と呼ばれるやつなんですけれども、これもどんどん高速になっています。これは、まあ、これがまあ横軸が粘土で、縦軸がまあギガバイトパーセックぐらいですね。なかなかメモリのスピードっていったところに、あの簡単な、例えばメモリ自身のスピードなのか、そのバンド幅のせいなのかって、バンド幅なんて言っても広げることもできますし、だからなかなかそういうふうな指標っていうのは簡単には難しいんですけれども、まあ、ざっくりとこんな感じになっています。で、今だいたい100GB パーセックから10ギガから100ギガバイトパーセックの間ぐらいが、まあ、一番デスクトップパソコンのパソコンというかコンピューターの中で一番速い部類でしょうね。という感じです。で、最近のコンピューターの動向についてもちょっと説明しておきます。ですね、まあ、CPU のスピードのトレンドについてなんですけれども、先ほどのグラフでいうとずっとスピードは上がってきてるんですけれども、いろいろ技術人間っていうのは、まあ、障害があると思えて頑張るので、まあ、頑張るわけなんですけれども、まあ、最近はすごく障害がありました。どういう障害かっていうと、コア1個、まあ、要するに CPU1 個の性能っていうのが、もう上がらなくなってきた。で、2000年ぐらいからマルチコア化っていうのがずっと進んでます。さまざまな物理的な限界があります。例えば微細加工の、限界、例えば、量子的ノイズが乗ってくるとか、で、どんどん物理的な限界の前にも、工場がですね、ものすごく高くなってきてですね、作るのはファブって言われる工場がものすごく高くなってきて、ファブを持ったら採算が合うか合わないかとか、例えばチップを作ったのはいいけれども、1個100万円だったら売れないし、1万円にして売ったとして今度は大量に売れなきゃならないし、そうすると、採算が合うのはどこなんだろうかということをみんな思い始めるわけですね。まあ、そういうところでファブなんてもできては潰れて、まあ、今は統廃合がどんどん進んで、もうほとんどない、あんまないです。あとは次、熱の発生、まあ、ここに書いてないですけども、電力とかもものすごく問題になっています。まあ、もうちょっと限界、人間の英知の限界に近づいているというわけです。で、そこでまあ出てきたのが、マルチコア化です。1個のコア処理能力を上げるんじゃなくて、いくつも用いることで処理能力を上げると。まあ、1人だったらできないけれども、みんな、3本の矢みたいな、1本だったら折れやすいけれども、3本集めると折れませんとか、まあ、それとか、1人で宿題やるよりも、まあ、5人で分けた方が早く終わりますよねとか、そういうふうな、非常に単純な思考です。それで処理能力を上げています。だから、まあ、マルチコア化どんどん進んでいると。で、次にメモリのスピードなんですけれども、まあ、メモリスピードものすごく速くなっているように見えますけれども、これ見たら速くなっているように見えますよね。だけどこれ全然違うところがあるんです。傾きが全然違うんですよね。で、CPU のスピードとメモリのスピードっていうのを、フォン・ノイマンボトルネック的に調べるというのが、知るっていうのがここのテーマでありまして、で、ちょっと話しておりましたが、まあ、CPU とパフォーマンスとスピードとメモリのパフォーマンスをプロットしてみるということをしています。これが1975年で、ここ2010年ってなっています。ここは CPU、 これがDRAMのスピードで、こっちが CPU のスピードです。まあ、CPU のスピードはまあログスケールで見てもゴンゴン速くなってますけれども、メモリの DRAM のスピードっていうのはまああんまり、まあ
ログスケールで速くなっているように見えますけど、そんなに、速くなってない。そこでここで、1990年ぐらいにちょうど、DRAM のスピードと CPU のスピードがクロスした点があると。まあ、こんなデバイスのことを言われて何のことかと思いますけれども、ここでプログラミングパラダイムが全く変わるということが、あります。要するにここでは CPU に仕事をさせてはならなくて、メモリーをまあ潤沢に使えばいいというプログラミングモデルが成立するということです。ここからは CPU が速くてメモリーが遅いから、メモリーはそんなに使わなくて CPU にガンガン計算させるようなプログラミングが主体になるというふうになってですね、まあ、あのハードウェアの、進歩というのがソフトウェアに決定的な、違いを与えるという点がここ1990年ぐらいのところになります。で、まあ、メモリーはもうなんかどんどんメモリーウォールとか言われて久しいですけれども、メモリーウォールというのはっていう単語が最近、叫ばれてまして、今後のコンピューターだとメモリーの量が少ない、メモリーのスピードが上がらないというなんか30億、20億、メモリの量が少ない、メモリのスピードが足りないぐらいで、まあ、あれなんですけれども、あのすごく大変です。だけれどもデバイスはガンガン、あのデバイスを開発している人はガンガン頑張っておりまして、最近では3次元積層型のメモリ、まあ、うちの、北斎でも導入されましたけれども、3次元型の積層メモリというのがありまして、こうすると速くなるとか、あとは最近ペジーというところで、磁界結合メモリーというのを検討しているというふうなところがなんかどっかのニュースサイトに上がってまして、まあ、それは何かというと、あの今血栓というか、まあ、導線なんかで、まあ、つなぐというのをやってるんですけれども、それつながなくてですね、あの電波でこう通信するみたいな形の磁界電波というか、すみません、これ電波じゃなくて磁場で結合するようなメモリを作っているということです。だけども根本的な解決方法ではなくてですね、まあ、あのこれがぐわっと上がるようなことがあればまたあの変わるんですけれども、そうでもないということで、なかなかこう、難しい状況が続くということになります。じゃあ、まあプログラムを速くするには、まあ、こういうふうな、要するにフォン・ノイマンダイアグラムっていうのがあって、その中で CPU とかメモリとかのボトルネックがあって、それのバスのボトルネックもあると。だから CPU を速くするだけじゃダメで、まあ、バランスよく速くしなければならないというふうなことをちょっと説明したんですけれども、じゃあどうすればいいのって話になります。じゃあボトルネックっていうことを、もう一回ちょっと図式的にやってみますと、まあ、あのボトルネックって何かというと、まあ、本当にボトルの首ということですね。幅が広いけれども、こういうところでは流量が多いけれども、こういう狭くなったところでは流量が小さくなると。で全体の流量というのは一番狭いところに立足されてしまうということですね。要するに一番狭いところが、パフォーマンスを仕切ってしまうということで、まあ、他のところ広くしても仕方がないということです。じゃあこれボトルネックって何ってことになりますよね。ここ CPU がボトルネックっていうのは CPU の演算スピードがボトルネックと。じゃあメモリのバンド幅、メモリってここバンド、ありますけど、メモリのバンド幅っていうのがボトルネックになるっていうことであれば、これがちょっと効いてくると。じゃあ ここをなんとか肩代わりするようなアルゴリズムなり、ここをなんとか見えなくするようなアルゴリズムが工夫が必要だとなります。じゃあメモリを工夫効率よく使うためにどうすればいいか、そういうことも考えてみた方がいいと思います。じゃあメモリの、じゃあもう少しメモリのことを少し、考えてみましょうということをすると、先ほど示したように CPU とメモリだと CPU の方が一方的に高速になりつつあると、両方ともログスケールで速くなってるんですけれども、メモリの方はそんなに、傾きが大きくなくて、CPU の方がガンガンいってるというふうな感じで、そういうことをものすごく気をつけないとダメです。じゃあ次、メモリの構造っていうのはどういうふうになってるかと。じゃあ何でもいいから早いメモリをバンバン詰めばいいかというと、そうもなくて、
メモリー、まあ、物理的なデバイスなんで、どうしても値段とか、あとはまあ物、あとどういうふうなデザインにするかとか、そういうところもすごく重要になってきます。そうするとですね、もう一つ項目がありまして、レイテンシーという項目もあります。で、レイテンシーって何かというと、まあ、これちょっとレイテンシーのイメージですけれども、例えばスタートって言ってパンってやってから、実際に走り出すまでっていうのは実はタイムラグありますよね。こういうのを、発射のスタートのピストルが鳴ってから、走るまでのレイテンシーって大体、まあ、100ミリセカンドぐらいだっていうふうに言われてます。そういうふうなものがレイテンシー。要するにですね、だからいろんな速いメモリがあったとしても、バスの幅が広かったとしても、それから取ってきて、まあ、帰ってくるまでの時間っていうのも結構重要になるわけです。で、大きい、小さいっていうのがありまして、大きい、小さいっていうのがありまして、レイテンシーが大きいと、まあ、長いと。で、小さい方が良いと。で、まあ、あと物理的な、まあ、とか経済的な制限として、メモリバンド幅の階層構造ってあります。要するに低速なメモリは搭載量が多いわけです。で、高速なメモリは搭載量が少ないと。まあ、人間社会よくあることで、高価なものだけで全部敷き詰めればいいんですけれども、そういうことはやっぱり技術的にも金銭的にも難しいことがやっぱ多いわけで、周りには、まあ、中くらいだけれども、まあ、そこそこ。最後には、まあ、いっぱい置けるけども遅い。そういうふうなものの階層構造を作っていくと、こういうことをします。だから、まあ、要するにこういうふうになるわけです。まあ、メモリにもいくつか種類があって、まあ、アクセススピードが速いとか、コストが、まあ、レイテンシーも小さいというのはコストが高くて容量も小さくなると。で、アクセススピードが遅いというのはコストが安いけれども容量が大きくなると。まあ、ここの妥協点をどこに測るかっていうのが、とか、妥協点をどこに測るかとか、あと、その妥協点をどうやって、この見せなくするかとか、レイテンシーを見せなくするかとか、そういうふうなものを考えていかなければならないということになります。まあ、例えばですね、簡単、ものすごく大雑把に言うと、一桁大きくなると、容量が大きくなると一桁遅くなると。一桁、容量が小さくなると一桁速いものができると。まあ、量が質に転換するとはよく言ったもので、例えばレジスタだとかはものすごく速いんですけれども、数百ギガバイトパセックですけれども、まあ、64キロバイトも持てないわけです。で、L1 キャッシュっていうのは、まあ、それに下につくようなやつで、もうちょっと遅いんですけれども、いっぱい、1キロ、まあ、10倍とか100倍ぐらいあるわけですね。L2 キャッシュとか、L3 とか、まあ、最近は L4 っていうのも、まあ、見たことある気がしますが、それぐらいなんかメモリも階層構造になってきて、まあ、それに従ってどんどん、遅くなっていくと。最終的な DRAM っていうのは、まあ、ここ外部記憶にあるのは、まあ、大体、まあ、今で、60ギガ、ちょっとこれ古かったんで遅い、あれですけども、1ギガバイトパーセックから、まあ、60ギガバイトパーセックとか、そういうふうなのが、まあ、普通のここの DRAM ですね。みんな、まあ、だから結局、これはこの、すみません、これっていうのはどのことを言ってるかっていうと、このことを言ってるんですね。この一番下から2番目のところ言ってるんですね。で、メモリよりも遅いのはハードディスクで、まあ、1ギガから16テラとか、まあ、でも、まあ、数百メガバイトパーセックがギリギリだと思います。まあ、要するに、まあ、ここからここまで見るとですね、桁が随分違う、3桁から4桁ぐらい違うんですけれども、それぐらいも全然スピードが違うというふうなことを少し、考えてみてください。1万倍違えばどれぐらい違うかというと、まあ、大体、10万倍違えばどうなるか。だから1秒で終わることが、まあ、1日かかるとか。それが大体、まあ、1日が8万秒ぐらいなんで、それぐらいの間隔の差があるわけです。10万倍遅いということは、まあ、ここで見たら、まあ、5桁違うっていうんだったら、まあ、それぐらいと。まあ、1万秒だったら3時間とか。1秒で終わるのが、3時間かかる。それぐらい、
のなんかもうタイムラグがあるんで、そういうふうなことでメモリーっていうのが成り立ってる、そういうふうなところが少し考えて頭に置いておいてほしいことです。で次にですね、プログラムの、まあ、非常にアブストラクトなことなんですけども、まあ、これもあのアプリケーション皆さんやらとか、まあ、プログラム書いてもそんなにガンガン書くというわけでもない人をちょっと念頭に置いてますけれども、プログラムを高速化する一般的な手法っていうのはやっぱりあるわけで、まあ、あのどういうことを考えなければならないかっていうことはもう非常に抽象的なレベルですけどもいっぱいあります。まず、まあ、我々が使っているコンピューターはフォン・ノイマン型のコンピューターだということを頭に入れると、そうするとフォン・ノイマンボトルネックと呼ばれるものがあると。だから CPU が速くなければならないのか、それとも、データ転送のバスが速くならなければならないのかとか、そういうふうなことを考えます。じゃあこれが、まあ、あの一番、まあ、一番ルールとして重要なところになります。でそうするとプログラムによって、メモリの読み書きする量と計算する量がだいぶ変わるわけで、じゃあどっちの場合どうなのっていうことなんですが、まあ、データ転送量が演算量よりも、小さい場合ですね、データ転送は小っちゃいので、まあ、データの使い回しをすることで基本的に高速化するはずだということがわかります。で CPU が高速であればあるほど高速化するので、まあ、今のトレンドにバッチリ合っているということになります。例えば行列積というのはその例でありまして、高速化はしやすいということが、まあまあ、分かると思います。それはもう皆さんあのトップ500でもそれが、まあ、そのチューニングをやってて、まあ、それそのままということになっています。 で、まあ、でもそんなプログラムというのは世の中にそんなにたくさんあるわけじゃなくて、だいたい意味のあるアプリケーションというのはデータ転送量が演算量と等しいかそれよりも大きい場合です。でこれはメモリと CPU の転送速度が、まあ、バンド幅ですね、高速であればあるほど高速化すると。全く逆のことになるわけですね。CPU が速いというのとは、まあ、逆になるわけですね。例としては行列ベクトル積とかがそんなふうになります。だけれども、今度はデータの使い回しができないので、高速化は非常に面倒になります。でもう何度も繰り返してますけれども、メモリと CPU を比較して高速化の度合いがメモリが小さいのでどんどん差が広がっているので、このようなアルゴリズムは今後コンピューターで高速に動かすのは難しいというふうになります。そういう時は人間は賢いので、いろいろ手法を考えるわけです。でアルゴリズム変えたりということもありますし、次言いますけれども GPU とかも使うこともあります。GPU で、高速なメモリを搭載しているマシンが少ないというのも一つのあれだと思います。じゃあ、ちょっと最近流行りの GPU についても紹介しておきます。 GPU であろう、GPU というのは、GPU って皆さんご存知だと思いますが、NVIDIA とかがすごく宣伝してますし、AMD のラディオンとかもなかなか素敵な、GPU をいっぱい出してます。何かと言いますとグラフィックスプロセッシングユニットのことです。グラフィックス処理機、要するに、本来、画像処理を担当するような主要な部品であります。やっぱりそこではすごく線形代数が重要になるんですね。先週ちょっと お伝えした通り、3D の、物体を見せるときには必ずものすごくいい回数、ものすごい数の、回転とか回転行列を扱います。だから、そういう意味では、すごく重要な部品です。線形代数すごく重要なことです。で、3D ゲーム、ムービーとか GUI など処理を高速に行えると。で2006年ぐらいに、科学計算にも使われるようになってきましたっていうのが、GPU です。GPU っていう言葉もありますけれども、これは General Purpose Computing on Graphics Processing Units ってことで、GPU による汎用目的計算、要するに2006年からまだ少しずつ始まった科学計算などのことを表すことですね。
現在 の, あのボトルネック、じゃあ、まあ、GPU といえども、フォン・ノイマン型コンピューターでありまして、今度、ボトルネックがどこにあるかというと、まあ、GPU 自身のボトルネックがあるわけですね、まずね。まあ、GPU も普通のコンピューターなんで、そういうふうな、まあ、ボトルネックがあるんですけど、もう一つボトルネックがありまして、現在は PCI エクスプレスバスというのにつなげる形で存在しています。まあ、ここですね、これをマシンにガシャって刺すわけなんですけれども、ここがのスピードがボトルネックになっているということ。2つボトルネックがあるって、まあ、ここがちょっと重要な、まあ、あの GPU でプログラムするだけじゃなくて GPU で実行するときも、まあ、こういうふうなボトルネックがあるっていうのを知っておいた方がいいと思います。で、将来は GPU と CPU が共有されるような形になるんじゃないかなっていうふうにみんな思ってますし、まあ、そういう話も、ちらほら聞きます。で、GPU の使い方なんですけれども、まあ、GPU の使い方っていうのはどういうふうにして使うかということなんですけれども、基本的には GPU っていうのはグラフィックスプロセッシングユニットで、CPU とは基本的に切り離された存在っていうふうに今のところなっています。で、要するにどうするかというと、まあ、本当に簡単に、CPU からこういうふうなデータを、まあ、あんたのところに載せますよと。で、まあ、本当に命令、まあ、計算しなさいよと。で、計算終わりましたって言ったら計算をしなさいよと。で、計算終わりましたって言ったら計算結果を返すと。で、ここで、CPU と、GPU がつながっているのはここのバスなんで、まあ、データのやり取りが必要になると。じゃあ、まあ、GPU って何が高速、なんで高速なんかなっていうのを、説明します。これは、CPU と比べると一個一個の処理能力は低いんですね。だけれどもものすごい数のコアがあって似たような処理を、同時にたくさん行えるので高速と。だから、そんなに優秀じゃない、非常に優秀、CPU は優秀な存在だということなんですが、まあ、非常にそんなに優秀でない CPU をいっぱい乗せて人海戦術でやりましょうというのが、GPU のすごいところです。だから、まあ、一つ一つはそんなに賢くない、まあ、賢くないというか処理速度が速くないということは、やっぱりレイテンシーは大きいということですね。ちょっとレイテンシーということは前出したのを思い出してみてください。じゃあ GPU、 こんなしょ、あんまり賢くない CPU だけれども CPU がいっぱい作っていってるって形が GPU なんだなっていうイメージがあったとして、なんでそんなアイデアが出てくるかっていいますと、画像処理とかを行うと、画像処理っていうのは、ほとんどが同じような処理をいろんな、二次元の、例えば2000か、まあ、パソコン持っていらっしゃる方はここ、まあ、僕も、まあ、見えますけれども、その点についてピクセルごとに行うわけなんですけれども、もうそんなに難しい処理を行うわけじゃないです。だからそういう意味では、こういうふうなマシンにパッとやらして、そんなに簡単でないやつをいくつも、同時にバッとやらして、高速化しましょうと。 CPU の場合は1個とか、まあ、よくて10個ぐらいの頭しかないので、1回に扱えるピクセルが、まあ、例えば10個だと、そういうふうになるわけですけども、こういうふうなところでは100個とか1000個とかのピクセルを、まあ、ちょっと遅くてもガッとやると、そういうふうにした、したのが、まあ、GPU はなんで高速化ということです。次に、なんで GPU は高速化って、ね、もう一つ理由がありまして、メモリバンド幅 が、GPU の方が大きいということです。じゃあ、まあ、例えばここ、Xeon だったら、まあ、例えば 32GB/s ぐらいしか出ないんですけれども、まあ、ちょっとこの書き方ミスリーディングなんですが、まあ、例えば、テスラのやつだと 150GB/s ぐらい出ると。じゃあ普通のパソコンにこのメモリ積めばいいじゃないかみたいなこと、まあ、もう思う人いると思うんですけども、 なんで積まないと思いますか。で、これは、レイテンシーが非常に大きいメモリなんですね。だから、アクセスの仕方、ここら辺の 32GB/s っていうのは、まあ、かなり遅いように見えますけれども、レイテンシーは結構ちっちゃいんです。だけれどもこの、GPU に入っている、GDDR5 とかいうのは転送速度ものすごい速いんです、全体的に見たら。だからピークで見れば、ものすごく速いんです。 150GB、まあ、今も 400GB/s ぐらいいくんですけれども、だけれどもレイテンシーが大きいと。だから例えば、1個だけデータ取ってこいっていうことに関して言うとものすごく遅くなる。
で、隣り合ったデータを取らない、隣り合ったデータを取るとか、まあ、固まってガツッとメモリを転送するとか、そういう時は早い。だけれども、そうじゃない時はものすごく遅くなる。そういうふうなことがあります。だから、そういうふうなことを知りつつ、プログラミングしましょうよねっていうことになります。で、今後プログラミングは、並列化プログラミングは必須になるということです。まあ、これはちょっと繰り返しになりますが、まあ、コアシは2002年に、CPU のコア周波数っていうのがは2002年に 3GHz を超えました。まあ、僕が学生ぐらいの時には 500GB が 1GB なり、1GB が 1.5GB、1.5GB が 2GB、2GB が 2.5GB と、どんどん倍々に速くなってきたんですけれども、もう 3GB ぐらいになってからパタッと止まりました。だからここで重要なのは、1個の、スピードを上げるために、SIMD とかマルチコア化をしたわけですね。じゃあ SIMD とか、マルチコアは、頭をこう増やしましたということなんですけれども、SIMD っていうのもありまして、これは、1個の命令で多数の処理を行う、まあ、要するに昔のベクトル機のようなことをさせるわけです。まあ、ある意味マルチコアの中になんかちっちゃい子供がいっぱいいるみたいな感じで考えてみてください。で、1個のコアのスピードを上げるのはもう限界だなというふうに言われています。で、並列処理がまあ必須になってくるだろうな、必須だっていうのが、今後のことです。じゃあちょっと一つ、大体速さのことについて少しずつ、お話ししてきたんですけれども、マシンの速さをどういうふうに測るかっていうのも少しずつ具体的にお話ししていきたいと思います。フロップスっていうのは、CPU のことなんですけど、マシンの性能の測り方の一つです。で、フローティングポイントオペレーションパーセカンドっていうことで、1秒間に何回、浮動小数点演算ができますかということを、言います。で、大体カタログに載ってる、だから仕様書とかに載ってる値っていうのはこのピーク性能でありまして、これをフロップスで出すことが多いです。実際その通りの値は実際の計算では出ません。これはどういうふうにして測るかっていうと、どういうふうにして、カタログ値は計算しているかといいますと、すべての演算機が、はい、1秒間に、はい、で計算して、0足す0とかでも意味のない計算かもしれないですけども、そういうのをやって答えが出るまでの1秒間に何回できますかということなので、意味のある、我々から見て意味のある計算をさせるのに、使う値ではなくて、もう演算機がそのまま動いてますよというのをそれで、フロップスで出しています。だから、その通りの、実際プログラミングしてみると、その9割も出したらすごいということになるわけです。で、僕は 0.0001 フロップス程度で、適当にやってみました。倍数の計算は間違うかもしれないと、それをやっている人は 0.1 フロップスくらいあるかもしれないと、GPU は1テラフロップスぐらいの単位で、テラっていうと、これでキロ、メガ、ギガ、テラなんですね。で、これぐらい。K コンピューターは10ペタフロップスなんで、0が1、2、3、キロ、メガ、ギガ、テラ、ペタで 10ペタまで。これぐらい0がくっつくっていうぐらいのものすごい計算が可能だってことを、大体ちょっと知っててほしいです。で、この今までメモリと CPU の関係についてずっと言ってきたわけで、そういうふうな指標もあります。これはバイトパーフロップっていう言葉で、これは1回の浮動小数バイトパーフロップスっていうのは、バイトパーフロップという、1回の浮動小数点演算を行うのに必要なメモリアクセス量ということですけれども、要するに、A たす人間がやりたい計算というのは A たす B だけではなくて、A を、1回読んだらそれをなんかいろいろ計算して B を足すとか、そういうふうなこともありますし、そういうことをメモ1回演算を行うときにメモリから吸い上げる量というのは、必ずしも、1回読んで1回書くとかそういうわけではないわけです。もう一つ違う定義があって、これはちょっとなんか僕もあんまりよく知らないですけど、よく言われる定義なんですけれども、1回の浮動小数点に何バイトのメモリにアクセスできるかっていう、だからこれは
まあ、ハードウェア的なものですね。だからこの、例えばこの MacBook Air が、1回メモリアクセスして、1回不動小数、あれ1回不動小数点演算するのに何バイトメモリにアクセスできますかということに、そういうふうな定義もあります。だからこれマシンごとに違うということになります。ちょっとこれで具体的な例を考えてみましょうと。まあ、DuxP っていうやつがあります。まあ、これはなんかまあまあよく分からなくて結構なんですけども、今は。まあこれ、ブラスのルーチンなんですが、これは、ベクトルにベクトルを足すっていうふうな作業を、演算をします。まあ、ベクトルとベクトルを足すなんてまあよくあることなんですけれども、まあ、アルファっていう、A っていうスカラーもかけて足すっていうことをやります。これ、N 次元のベクトルとするときに、これのバイトパーフロップっていうのを出してみましょうということをやります。これどうするかというと、N 次元の場合は 2N 回不動小数点演算をするわけです。まあ、これ足し算と掛け算が2回入るわけで、それの N 倍で、2N 回ですね、不動小数点演算しましたとか。その時に何回、書き込みが読み書きが必要かというと 3N 回です。だからこれ Y と X を読んで、Y に書き込むと、2回読んで1回書くということですね。そうすると今度倍精度1つで8バイトなので24バイトパー 2フロップで12バイトパーフロップスになるわけですね。さて、これは、小さければ小さいほど高速処理できると。これは本当でしょうか。まあ、これは今の CPU が、まあ、CPU が速くて、メモリが遅い場合はこれ正解ですね。で、まあ、結局まあ、DuxP、これはベクトルの和っていうののバイトパーフロップは12ですよっていうふうなことを言います。で、これ見て DuxP っていうのはすごく効率が悪いソフトなんだろうなと思いますけれども、やっぱりそうで、で違う、まあ、これもアルゴリズムの改変なんかしても、どないしょうもない最後まで残るようなとこなんです、和が残るっていうのは仕方ないんですけれども、これは、まあ、まあ、これはアルゴリズム変えようがないです。まあ、これ DJM っていうのは行列式で、こっちはアルゴリズムの改変によって、高速にできる可能性が残っていると思うんです。で、これ DJM っていうのはブラスのルーチンで、まあ、ABC は N か N の行列して積を計算するということをやります。まあ、DJM に詳しい人はここに α と β とか入るんですけれども、それは今回0、1と0にします。なぜ、なぜかっていうと、まあ、ちょっと計算がめんどくさくなるからだけ、なるだけです。なので、本質は変わらないんでやります。じゃあ、そしたらこれ、計算は何回必要ですかっていう話になります。そうすると、2N かける、まず 2N の3乗個の、不動小数点演算があります。これは A かけ B っていうのをするのに、3の N 乗回の積と N の2乗かける N マイナス1回の和がいります。よろしいでしょうか。これ要するにこの正方形 A かけ B ってするときにそういうふうに N 回 N の3乗解析がいって和をこうやって、で最後 A かける B たす C をするときに、N の2乗解和が必要になります。これ全部足してると 2N の3乗になるわけです。で、次は何回読み書きしますかってことなんですが、これ 4N の2乗解のデータの読み書きが必要になります。ABC で 3×N の2乗回の読みがあるわけです。要するに行列を全部1回ずつ舐めるわけなんで、どうしても 3N の2乗回のメモリが、ここが必要になります。で次に、A の2乗、A×B が終わって C を足すときに N の2乗回の書きがあるわけです。だから読み書きが、まあ、4N、合計 4N の2乗回必要になるわけですね。で、これは8バイトなので、バイトパーフロップを計算してやると、まあ、4N の2乗を 2N の3乗で割ると割ってかける8をすると 16N になるわけですね。これを見てやると16の N 乗、16割る N ということになるんで、バイトパーフロップっていうのは行列のサイズに比例するなということが分かります。でそれで N が無限大になると0になると、逆に N が非常にちっちゃいときにはバイトパーフロップがかなり高くなる。まあ、これちょっと注意しておいた方がいいかもしれない。
要するにですね、ジェムは、行列行列積っていうのは、すごく、サイズがちっちゃいときはメモリバンド幅利息になるけれども、非常に大きくなると演算利息になって、メモデータの点差が見えなくなるということになります。要するに、バイトパフロップは、行列の大きさが非常に大きいところでゼロに近づくということになります。まあ、これはソフトウェアの、バイトパフロップのこと。フロップスのことで、次はマシンのバイトパフロップっていうのもよく定義されます。だからまあポストペタとかエクサスケールマシンの時にバイトパフロップをどうしましょうかっていうふうな駆け引きがいろんな分野の人でやるわけで、各アプリケーションでバイトパフロップが、まあ、必要なのがちょっとずつ違ってくるわけです。まあ、それは置いといてですね、まず、ちゃんと基本的なことをやっていきたいと思います。まあ、ものすごくぶっちゃけざっくりと言いますと、メモリバンド幅バイトパーセックと CPU フロップスの比で BF 値などと略されることです。まあ、アプリケーションと ハードの2つあるということです。じゃあ、ここまで言うと、じゃあ K のバイトパーフロップは何かっていう、バイツパフロップスは何になるかということなんですけれども、メモリバンド幅は 64GB/s って書いてました。じゃあ CPU の速度は 128GB/s になります。だから、バイトパフロップは 0.5 になると。で、じゃあ、これ結構、1回メモリを読んで、要するにピークパフォーマンス出すため、K のピークパフォーマンス出すためには1回読んだらそれを2回使わないとダメなんですね。値は、それ以下のやつはすべからくメモリバンド幅の、ボトルネックに引っかかっちゃうということになります。これって結構厳しいなというふうなことを思うかもしれないですけれども、本質的にはものすごく優しいというか、まあ、富士通の仕様なのか文科省か理研の仕様なのか分からないですけど、すごくジェネラスにとって寛大にとってあります。じゃあ最近のインテルのZ4プロセッサーはどうなのかというと、かなり悲惨なことになってまして、これは最近の CPU です。ハズウェルっていう、コアのインテルZ4プロセッサー E52699V3 というのがあります。まあ、これハズウェルコアなんですけれども、18コアで 2.3GHz というふうに、語る、なんか arc.intel.com とか architecture.intel.com に書いてあります。で、そうするとですね、ピーク性能はどれぐらいになるかといいますと、16フロップスパークロック ×2.3×18コアでありまして、662GFLOPS 出るわけです。まあ、結構なスピード出るんですけれども、同じページに、このギガフロップスの、基本あれはちょっと書いてないんですが、まあ、これは計算したもの、まあ、ウィキペディアにある計算にも これが書いてあったんで、まあ、全く同じになると思います。同じことが書いてあったんで、これはこれで多分僕も正解だと思います。でこれは、インテルのとこには書いてないんですけど、がどうも。じゃあ次、メモリのバンド幅っていうのは何かっていうと、 DDR4 があるからっていうふうに考える必要もあるんですけれども、インテルのサイトには 68GB/s って書いてあったんで、まあ、それを拝借してくると、バイツパーフロップスは 0.13 になるわけです。 0.103 になるわけです。まあ、かなり小さい値 でこれピークパフォーマンス出そうとすると、1回読み書きっていうことは、1回読んで1回書く結果を書くってことを考えると、まあ、2回なんで、まあ、20回ぐらい1回のデータを使い回さないと、元が取れないっていうのはちょっとあれなんですけど、メモリのバンド幅には打ち勝てないってことになります。じゃあ、バイツパーフロップスのまとめとしてですね、まあ、バイツパーフロップスを定義しまして、アプリケーションのバイツパーフロップス値の定義、要するにアプリケーションにバイツパーフロップスであると、要求バイツパーフロップスというのがあると。だから、行列積だと、N が大きいところで0と、で N の小さいところで無限大と、で行列ベクトル積だと、まあ、12だと、あ、すみません、ダックスピーだと12だということになります。
でそういうふうに、じゃあ皆さんが使っているプログラムの、要求バイツパーフロックスってどうなんですかっていうのは、まあ、自分たちで皆さんはちょっと興味あるところじゃないでしょうか。でもう一つはマシンのバイツパーフロックスっていうのがありまして、それは、まあまマシンのメモリバンド幅と、演算性能の比で表されると。で今後残念ながら小さくなるということが要求されてまして、どんどん値を使い回ししなければならないということになります。だから、指針としてはアルゴリズムを変えてバンドバイツパーフロップスが小さいアプリケーションを作るべしというふうなところを、皆さん、心に留めておいていただけるといいということになります。まあ、ここで、最近のコンピューターの、フォン・ノイマン図だから1940年ぐらいから2000年ぐらいの60年ぐらいの、スパンを、40分ぐらいで説明してみました。結局バッドノウハウばっかりなんですけれども、が多いんですけれども、まあ、要するにそういうことが多くなります。で、まあ、そういうふうなことを念頭に置きながらやっぱりライブラリは使ってほしいなっていうのが僕の願いでありまして、単に差し替えたら速くなるって、まあ、かなりドライなことで、それはそれで重要なんですけれども、なんで速くなってんのとか、なんでこれライブラリ使っても速くならないのとか、そういうふうなところはやっぱりそういう基本的なところをちょっと見ていただくと、だいぶ見通しが効くのではなかろうかなというふうに思います。じゃあ次はやっと、高速なブラストかレイパックを使ってみましょうというふうにになります。まあ、先ほどもちょっと説明しましたけれども、 DGM とか DDEMV の、計算をちょっとやってみて、実際に、高速なブラスター、高速なレイパックがどういうふうな性能を持っているかっていうのをちょっとやってみたいと思います。高速なブラスターかレイパックは、まあ、オープンブラスとかいうのが最近ありますので、それを、皆さんは使いましょうと。でオクターブ、すみません、ちょっとこれが結局、まあ、オープンブラスを使えばいいっていうのはあるんですけれども、ちょっとスライドの方は5等ブラス2で試してます、すみません。でオクターブで試してみて、どうして高速なのかとか、最後ちょっと GPU で9ブラスを使うっていうのをやっています。 でもまあまあ全体的に見て、最近の X86K ではブラスレイパックはかなりまあ環境整備されてきて、誰でも簡単に使えるようになってきましたよと。それはまあ5等ブラス2のオープンソース化と、まあブラスの開発開始とか、まあそれで Linux のディストリビューションに含まれるようになったっていうのがきっかけだと僕は思います。僕も FreeBSD、 FreeBSD に入れたのはもう一人違う人かな。まあまあ5等ブラスは僕だったと思いますが、まあオープンブラスは違う人で、まあ、要するにまあ地味、これは FreeBS の話ですが、まあ地道な努力は、みんなしてきましたと。そこで、まあ、2年前と比べるとだいぶ楽ちんになりましたねっていうのが今回のあれです。じゃあ、まあ、行列席を何度もちょっと繰り返してやって、皆さん縮小気味かもしれないんですけども、やっぱり何回も繰り返してもこれは分かりやすいし、例としてはちょうど、非常にいいので、まあ、繰り返します。マシンのパワーを見るのは行列席と、マシンのパワーっていうか、バイトパフロップ値を見てるような感じなんですけども、ジェムとジェム V を見ればいいと。で、DGEM の方は、行列席でありまして、 CPU のパワーがどの程度あるかのいい目安になります。データの量は N の2乗ですね。で計算回数は N の3乗ということで、大きなサイズの DGEM は演算スピード、要するに、CPU のパワーがどれだけかということがリスト化になると。バイツパーフロップは N 分の1なので、大きな次元でほぼゼロになるということが、それ のちょうど、理論的なことと、パフォーマンスの理論的な考察と、CPU のパワーと、まあ、ちょうど対応しているということが分かりまして、まあ、分かりやすいだろうなと思います。もう一つは GEMV でありまして、これはまあ行列ベクトル積です。さっきはちょっと DAXP は行列ベクトル積だったんですけど、の足し算だったんですけど、今度は行列ベクトル積です。これもメモリバンド幅がどれぐらいあるかってことを、良い目安になります。まあこれはどうしてるかっていうと、 A 行列と X ベクトルをかけてアルファ倍したやつと、Y ベクトルにベータ倍したやつを足して
元の y に入れるということをやります。要するに図で書くと AX プラスベータが y になった AX プラス y がベータに y になっているというのです。見たら分かりますけれども、データの量は O の N の2乗のオーダーで、演算量は N の2乗のオーダー。したがってバイト要求バイトパーフロップは、だいたい定数です。だからまあ大きさによらず定数になります。そうするとですね、まあ、バンドメモリのバンド幅が利息になるだろうなというふうなことが予想します、予想されますし、実際そうですということも、実験結果から分かると。だからメモリバンド幅が大きいと高速になるので、 CPU を入れ替えても速くならない。だからメモリのバスがを入れ替えないと速くならないという、まあ、なかなか難儀なものです。じゃあまあそれもこれは理論的な考察でありまして、実際はどうなのかというとまただいぶ変わってきます。要するに、この理論的なところは全然変わらないんですけれども、実装がいいかっていうのは非常にそれによるということです。まあ、行列積とのジェムとジェム V を試して違いを見るということをやります。まあ、リファレンスブラスで、ネットリファレンスブラスのまま先週ちょっとやりましたけれども、ネットリブドットオルゴのブラスをそのままコンパイルしたものです。で Ubuntu 標準のアトラスと自分でビルドしたアトラスがとゴートブラス2ってなってます。ちょっと自分でアップデートしようと思ったんですけれども、なんかバージョンが上がって複雑になってて、のオープンブラス入ってる、Ubuntu にはオープンブラス入ってるんですが、まあ、ちょっといろいろな制約があるってことが分かったので、今回は自分でビルドしたゴートブラス2とかそういうふうなちょっと古いものですから、そういうの使ってます。オクターブっていうのも使ってます。オクターブは何かっていうと、ブラスを、まあ、簡単なやつですね。ブラス、すみません。行列の演算ライブラリとかを簡単に、まあ、もう少し高レベルに、高級言語的に使おうというやつです。で、MATLAB っていうのがあるんですけども、それのフリーのクローンでかなり使えます。で、内部でブラスレイパックを呼ぶので、まあ、要するにこのブラスを入れ替えたらちゃんと速くなりますよっていうのをやります。で使ったマシンというのは Core i7 の920で、理論性能値は 43GFLOPS、まあまあ、だいぶちょっと前なのでちょっと遅いです。で環境を整えるのは、まあ、それはそれなりに簡単にできまして、Ubuntu の 10.04 ちょっともう古いんですけどもお試しです。まあ、数動を使って apt-get でパッチとか G フォートランとかブラスとかオクターブをインすると、まあ、まあそれだけで全部揃います。最近のやつでもそれ全部揃いますので、15.04 でもこんな感じで揃う、まあ、3.2 じゃないかもしれないですけど、オクターブはここだけでいいと思いますが、それで使えるので問題はないと思います。で、ゴトブラス2っていうのは、タックの、テキサス大学のからダウンロードできまして、なんかまあちょっと、いろいろやらないとダメなんですけども、ダウンロードできて、まあ、こういうふうに、まあ、さささっと、ビルドまでできますので、それでビルドしてみてください。で、じゃあまあ今までやったジェムはどういうふうなスピードなんかなということなんですが、まあ、LD プリロードっていうふうに、まあ、ちょっとおまじないをしておいて、こういうふうなやつをつけといて、オクターブで行列積をやってみるということをします。例えばですね、4000×4000 の行列積を やりまして、値はランダムなやつランダムに埋めといて、 4000×4000 の行列の積っていうのをやって時間を測ってみましょうということをするわけです。で、N を4000にして A をランド N、B をランド N と、これはまあ要するにランダムな行列 A×B をやろうということをするわけです。その時にまあ、これで計算していると1.6865というのが出てきます。これは理論性能のたった 4% です。じゃ あの今までこう話してきたのは何かということですが、まあ、これはこのリファレンスブラスが悪いと、今度は実装が悪いというふうになるわけで、まあ、なかなか大変だなという、まあ、コンピューターの仕組みが分かっただけでもダメで、まあ、その最後の実装まで来ないと速くならないというのは なかなか人生難儀だなと思いますけれども、まあ、工夫すればなんとかなるので、いろんなところに光もあるということ、希望も光もいっぱいあるということだけをという感じです。じゃあ
Ubuntu 標準アトラスの行列行列式ってどうなのかということなんですけれども、まあ、アトラスっていうのは、まあ、前回ちょっと説明しましたけど、1990年から2000年のぐらいのところに現れた、あのオートチューニングで、まあ、速くしようというやつです。オートチューニングというのも、まあ、それで、まあ、ブラスの環境というのはものすごく良くなったんですけれども、それで、まあ、ちょっと やってみましょうということになります。まあ、これは、まあ、いろんなディストリビューションにも入っていますので、ちょっと試してみると、まあ、これも、こういうおまじないでやって、オクターブで やるということをするとですね、まあ、7ギガフロップスしか出ないと。たったの7ギガフロップスでありまして、これ理論値のたった 16.5% なんですね。でマルチコアは使わない、まあ、これはオートチューニングの限界でありまして、マルチコアは使わないとか、まあ、最適ので最適化があまりされないということになります。まあ、それでちょっとあんまりフェアなので、アンフェアなので今度は自分でビルドし直したアトラスというのもやってみるということをします。そうするとですね、32.8 ギガフロップスが出て、まあ、理論性能値の 77.1% 出ると。要するに、だから、まあ、実装が良くなればかなり出てくるなというのが分かるわけです。で、オートチューニングは、まあ、結構使えるなというのが分かりますし、開発コストも低いわけで、これはなかなかいいなと思いますけれども、まあ、弱点がありまして、マシンごとにビルドし直さなくてはならないということと、そういう意味ではもうバイナリー配布とかできないわけで、もともと、まあ、オートチューニングっていうのは、まあ、実行しながらパラメータ決めていって、っていうふうなことをするわけで、まあ、それもどうしようもないとこがあります。で、それがあるので CPU 依存になるわけですね。 CPU が違う CPU での最適化は、その必ずしも最適ではないことになります。これがやっぱり 90% を超えなくて 80% 弱になる理由です。じゃあ、5等ブラス2だったらどうなるかというと、まあ、こういうふうにビルドしたやつを、まあ、こういうふうに LD プリロードで、まあ、やってやるということをするとですね、まあ、39.068、まあ、だいたい理論性能値の 91% 出るということになります。で、一番高速なんですけれども、やっぱりこう開発コストが非常に高いということがあります。こういうふうなものが入手で、コストが高いというのは、こういうふうなことができる人で食っていけるとこまでなると、世界になんか1人とか2人とかなってし、まあ、10人はいない、まあ、5人ぐらいじゃなかろうかと勝手に想像しますけれども、それぐらいこう高度な技術がいる割には、需要も微妙に少ないと。まあ、1人いれば何とでもなるということなので、すごくその需要が限られてくるわけですね。でそういうふうな人を作るのにもコストがかかるということで、なかなかこれは維持するのが難しい。でしかもこの開発した後藤さんは、まあインテルに入ってももう開発はストップしました。でこれをやったのが、中国の、オープンブラスで、中国がその開発の人が開発し引き継いでオープンブラスになったということになっています。で、まあ、やっぱり、まあ、こういうふうなものが標準のディストリビューションに降りてくるまでには時間がかかると。オープンソースになって日が浅いので、やっぱなかなか2年ぐらいかかってやっとっていうことになります。まあまあ、それはそれで最近になったということになります。まあそれ、まあ、油断は置いといて、結局、まあ、グラフで表してやると、これがリファレンスブラスです。で付属アトラスがこうで、アトラスが自分でビルドしたアトラスがこうで、5度ブラス2がこれで、Core i7 の理論性能値がこうと。要するにもう圧倒的に5度ブラスと、まあ、リファレンスブラスと5度ブラスと全然違うなっていうのが分かるわけです。だから実装ものすごく重要だということが分かります。まあ、メモリバンド幅を、CPU のバンド幅、まあ、それを使いこなすにはやっぱり実装がすごく重要だってことが、これからも分かるし、まあ、皆さんもそれを、思いながらちょっとライブラリを入れ替えるってことをやってみてほしいと思います。じゃあ GEMV を使うと、今度メモリバンド幅の理論性能値を測定するような感じになるわけで、で、DDR3 の Core i7 の920のマシンにくっついたメモリが DDR3 の1066ってやつで、これは 25.6GB/s の理論性能値になります。まあ、これの計算の仕方なんですけれども、133×4×8×2÷8×8 は 8.35、 これ ×トリプルチャンネルで 25.6 ということです。まあ、なんか LP 棚の
というメモリの、メーカーの、PDF になんかちょろっと書いてあって、まあ、にで最後、やってると25.6になると。でそうするとですね、まあ、あの理論性能値は 25.6 割8で、まあ、3.16 ギガバイトパワーがギガフロップスになると。これ CP メモリバンド幅を、十分使いこなし、パンパンに使いこなしたとしても、CPU に比べて10倍遅いなみたいなことで、ちょっと、まあ、残念な気がするんですけども、まあ、これはこれで、どうしてもそういうのが出てくるアプリケーションというのはありますから、そういうふうなのも見ておこうということになります。で、五島ブラス2で、やってみるとやっぱり、今度は、3.08 ギガフロップス出ました。これピーク性能に近い値で、なかなかすごいなと、なかなかというかものすごいなと思います。で次はアトラスで、まあ、部分それでもまあ結構半分ぐらい出ました。結構いいなと思います。で、まあ、そうですね。リファレンスブラスも若干良くて、なんか 1.9 ギガフロップスぐらい出ましたということになります。これでちょっとまあ表を見てみますと、リファレンスブラスがこんな感じで、付属アトラスとかビルドしたアトラスはまあ、まあ、1.5 ギで5ギガバイト、あ、ギガバイツパフ、あ、ギガフロップスぐらいでした。で、五島ブラス2はまあ3ギガで、これが理論性能値です。まあ、かなりいい理論性能値に近いというのが分かると思います。まあ、ライブラリ入れ替えるだけでこれぐらい高速になる場合もありますよということと、まあ、メモリバンド幅が立足の場合のピークパフォーマンスの考え方っていうのもちょっと見ておきます。でもここまでのまとめっていうのちょっと言うときます。まあ、コンピューターの仕組み述べました。まあ、フォンノイマンズってのがあります。まあ、高速化するには どのようなことがあるかっていうと、ボトルネックを探しましょうっていうのが、まあ、まず第一で、言葉としてはバイフロップスとかバイトパーフロップスっていうのを説明しました。メモリバンド幅、 CPU 性能値が重要なボトルネックになってきますと。次に最適化ブラスを使ったベンチマークを行ったと。オクターブで使う方法で、ウブンツで使う方法を、まあ、軽く紹介してみまして、まあ、これはまあ大きな次元でこういうふうなことになりますよということをちょっと示しました。まあ、五島ブラスはすごく優秀でありますよと。でちょ、まあ、あの余談になりますが、オープンブラスを使った例もあるんですけれども、そうすると、まあ、その時はインストールは極めて簡単で、なんで、まあ、だいぶちょっとあの使い方も変わるんですが、Ubuntu の都合とか、まあ、Python とかの都合、なんで Python が出てくるのかまた不思議かと思われますけれども、 Python とかの都合で、まあ、あの要するに Python と OpenBLAS をリンクさせると、なんかデッドロックすることが、まあ、そのまま計算が止まってしまうことがあるんですね。それは、まあ、Python が、POSIX スレッドを使っの標準を使ってないということから起因しているらしくて、GCC でもにパッチ当てなければならないんですけども、それはそれで GCC のポリシーに反するということで、Python 側で直さなければならないんですけども、Python が直らないと。で、OpenBLAS で直すってこともまたできないと。で、まあ、要するになんかちょっと複雑、なんか切ないことになってまして、まあ、そういうふうなことがあって、ちょっと OpenBLAS の例が出せなかったんですけども、まあ、そういうふうに、まあ、あのなって、なあの汚いことをしていいんであれば、まあ、いくらでもできますので、まあ、そういうことを、まあまあ、とりあえず五島ブラス2の結果だけを載せました。で、高速化の手法っていうのを少し、あの、まあ、ちょっとじゃあなんでこんなふうに、遅いプログラムと速いプログラムがあるねんっていう話に なると思います。じゃあ何をしてるんだと。じゃあ、まあ、あのブラスのジェムは何してるんだっていうことになります。ジェムブイは何してるんだって、どうしたらこういうふうに早くプログラムを書けるんだってことになりますけれども、またこの主題が繰り返されるわけです。フォン・ノイマン型のコンピューターのボトルネック、演算量、データ量、メモリのバンド幅、どこにボトルネックがありますかと。で、データ転送量が演算量よりもちっちゃい場合は、行列行列積のように CPU が高速であればあるほど高速化すると。で、逆の場合は行列ベクトル積のようになかなか高速化しないと。で、まあ、こういうふうなことをやってきましたけれども、じゃあそしたらもうちょっと踏み込んでいくわけですね。じゃあメモリバンド幅のピーク性能値を出そうとするとどうしたらいいのっていうふうになります。
で、これがすごく難しい課題でありまして、基本的にはバッドノウハウの塊です。で、それなので、これはもう個々のチューニングっていうのを一つ一つ見ていく必要がありますし、コンパイラの最適化とも比較する必要がありますし、なかなかこれは、僕の授業の範囲をはるかに超えてまして、それはもう少し違うところで勉強していただくことになると思います。で、なんでそんなふうになってるか、バッドノウハウだったらバッドノウハウで、それは勉強していけばいいっていう話になりますけれども、じゃなんでそうなってるのかということぐらいは、感じはとしては掴んでおいた方がいいかもしれないです。それはメモリの階層構造ですね。先ほど一番最初に見せたCPU、 レジスタは速いけれども L1 キャッシュ、L2、L3 になる段階で遅くなっていって、ハードディスクがもっと遅いところもあると。それいうふうな階層構造を理解したプログラムがほとんどないんですね。だから、例えば C とかどんなプログラミング言語でもメモリを呼びましょうって言ったら、どっか知らないけれどもメモリを取ってくると、そういうふうになってるわけです。それに何段階もありますよっていうのを知らせる手法がないんです。そうすると、C とかフォートランとかにそういうのないんで、そうするとどこが近いメモリがあるのとかいうのはもうわからないんですよね。コンピューター言語側から見たら。となると最適化がしづらいなっていうのがちょっとわかると思います。だからそれ CPU 依存にもなりますし、 OS 依存も激しくて、ようわからんなという話になります。で、CUDA ぐらいですね、この階層構造をだいぶ意識したっていうことになります。で、マルチコア、マルチノードの場合は OpenMP とか MPI など結構ありますので、そういうふうなのもあります。だからこれはメモリバンド幅は、出すのはちょっと他のところに譲って、今回は行列のブロック化ということをやってみたいと思います。これでも、メモリをキャッシュに置いとくにはどうすればいいかっていう話がすごく重要になるんですけれども、結局は、典型的なチューニングとしては行列のブロック化っていうのが、よくある手法こととして教科書的なところでよく紹介されます。で、なんでこういうものを取り上げるかというと、昨今のコンピューターのバイツパーフロップはすごく小さくなってきていると、要するに、ゼロに近づいてきているわけですね。で、行列積のバイトパーフロップは、N 分の1のオーダーなので、サイズが大きい極限ではゼロになると。ちっちゃい極限では無限大になるんですけども、サイズが大きい極限は1ゼロになると。で、それだから、チューニングがやりやすいということになります。ちょっとこれ別の表現をしてみますと、バイトパーフロップの小さなアプリケーションは、データをメモリから1回読んだら最後まで読み書きせず、レジスタやキャッシュ内の中で使い回すってことをするわけですね。ちょっと行列積なのにバイトパーフロップの小さなアプリケーションで、勝手に入れ替えちゃったんですけれども、分位は変わらないです。だから、ピーク性能は出やすいだろうなってことがよくわかるわけです。で、行列積のことですけれども、皆さん行列の積の計算の仕方は覚えていらっしゃいますでしょうか。A1、先週やりましたけれども、こうかけたやつをこう、こうかけたやつをこう。これが、フォートランのコードをそのまま読むとネットリブのになりますけれども、これ実際ものすごく遅かったっていうのを、僕は紹介させていただいたんですけれども、じゃあこれ早くするのどうするんかというと、そのままでは早くならないので、アルゴリズム変更します。だからこういうふうなこと、こういうふうな工夫がすごく重要になるわけです。で、先週ちょっとやったのを覚えていらっしゃいますでしょうか。区分行列の積っていうのをやったわけです。行列の積は区分行列の積と等しいっていうのをやりました。これ何かっていう、もう一回ちょっと復習しますと、A×B っていう行列の積をやりたいときには、 A の数字、これ全部行列です。これ全部行列です。だから一個一個が行列なんですね。これはスカラの、値じゃなくて行列になってるんですけれども、この、行列を要素に持つような、行列の形で要素に持つようなものの積っていうのは、だからどんな行列でもそうなんですけれども、ここの一個一個の行列をの積がここにしてあったやつをどんどん並べていったやつと等しいということになります。要するにですね、これ A×B っていうのがあったときに、 A は実はこれ値になってますけど、ブロックの形で書いても
OK と、区分行列の形で書いても OK ということが、示されてまして、各ブロックは、各ブロックの、積になっているということになります。まあ、これの証明っていうのは、まあ、めちゃくちゃ簡単なんで、なんか、ここで口で言うよりもなんかこう数学的に示すとなんか面倒くさく思えるんですけれども、もうざっくり、行列を、ちっちゃいブロックに割って、その各部分で積を取ったら実は全体の積を取るのと一緒だということで済むと思います。じゃあ各ブロックの積を取りましょうということになりますけれども、すいません、パワーポイントがこけました。すいません、進みます。一番要するにですね、行列の部分積を、分解して、まあ、行列の積を分解して、まあ、こうやるということですね。だからプログラムとして何どういうのが必要になるかっていうと、ここのブロックの部分とここのブロックの部分をこう順繰りに足すようなのをやればいいということになります。まあ、それをもうちょっと真面目に考えてみようというと、これレジスタのアンローリングとアンローリングということを考えるわけですね。で、メモリのロードが、レジスタの再利用が可能になるということなんです。すみません、レジスタとアンローリングということを考えるわけです。まあ、8×8 の行列の積で考えると、まあ、IJ のループの2段のアンローリングを行うということをするわけです。これは何かというと、2つずつに、ブロック行列に 2×2 の行列の形で持っておくということになります。こうすると、2回この AI プラス HK、BKJ、BKJ プラス1が2回ずつ現れるので、まあ、そこに乗っかっているレジスタに乗っかって、メモリーのロードを減らせるということになります。だからこれが普通のナイーブな行列積なんですけれども、もう1回1回全部計算、1回1回メモリから取ってくるので、これはまあ要素の再利用がないと。だからこれリファレンスブラスがはこんな実装になってまして、だから遅いということになりますけれども、こういうふうにブロック行列、アンローリングっていう手法ですけれども、この区分行列に 8×8 を 2×2 の行列に分けてやるということで、2回ずつ表せるの、4つの計算に、すみません、この値が2回ずつ現れるので、その分だけメモ以下のロードを減らせるということで、速くなるということができます。次は、キャッシュを利用するということをしますけれども、ちょっとこれは、難しくなるので、これも、結局、ちょっと説明しておきますと、いろんなキャッシュメモリ、これは片桐先生のあれ受け売りなんですけれども、キャッシュラインのデータで管理すると、LRU で方式が多いと、要するに、いろんなキャッシュの、利用条件が書いてあります。これも、キャッシュラインが4つあって、各キャッシュラインが4変数格納できるとするような仮定を置いて、試しに計算してみるということをやります。でキャッシュラインの置き換えは LRU とすると、キャッシュの仕組みもいろいろあります。2×2 のブロック行列に分けて計算するということをやります。だから、8×8 の行列を 2×2 の行列に分解してやるということをすると。でそうするとですね、C00、C01、C10、C11 の計算の際のキャッシュミス回数を数えるということをやります。だからこれをやったときに、下線引いたところでキャッシュミスをするということになりますので、44回キャッシュのミスがあります。でここ、じゃあ C00 C10 の場合もとかいうふうにやっていくと、4要素の計算で20回キャッシュ、ミスするというふうになります。したがってですね、2×2 で分けたときに比べて1回以下でやると、これは44回、これが20回のキャッシュミス、要するに半分に減るわけですね。でこういうふうな作業を地道にやっていくと、ピークパフォーマンスが出せるというふうになっていきます。じゃあ最後に、Q ブラスっていうのを、で行列積編っていうのをやってみたいと思います。今回も詳しいことは抜きにして、ライブラリを叩くのみということになりますけれども、今度は CUDA を使うので、
若干違う走らせ方になります。でもやっぱりイメージは少し考えとかないとダメで、これ先ほども述べましたけれども、行列 AB のデータを、CPU から GPU に送ってやって、行列積の計算をして結果の行列を返すというふうなイメージで計算してみます。で、GPU でのブラスというのは、PCIe というバスでつながっているので、ここの点数が遅いわけですね。GPU のとだからここの CPU と GPU の転送速度が 8GBps ぐらいしか出ないと。で、まあこれ、まあ、メモリアクセスパターンとかスレッドの使い方とかありますけれども、これをまあざっくり訳したいと思います。でブラスっていうのがありまして、でもこれ Q ブラスを使うときにはソースコードの変更が少し必要になります。そのまま使うことはやっぱできないので、ブラスを使うにはやっぱり変更が必要になるということをちょっと言っておきます。で先週の、復習をちょっとしてみましょう。掛け算やりましたね。 A×B イコール C っていうのを、やります。で、これ全く同じ先週と同じ行列積です。じゃこれを、行列積っていうのでやってみようっていうのが次のことです。まあ、だいたいこういうふうな、まあ、ここでメモリーにアロケートすることを、まあ、GPU 側でアロケーションするということになりますね。ホスト側で、そして ABC というのをホスト側で、データをセットして GPU に転送、ここが GPU に転送ということをすると。で最後やっとここで GPU で行列転送して、結果の回収というのを行うと。であと片付けというふうになってまして、ソースコード自身はやっぱ若干変更されるわけですね。 GPU 側にメモリ確保するとか、行列を GPU に転送するとか、回収を、計算結果の回収とかいうのがかかるわけです。でそういう意味では、まあ、若干面倒くさくなるんですけれども、実際やってみるとこういうふうにやると、まあ、クーダとキューブラスを、リンクしてやって やってみましょうねっていう話になります。でこれでちゃんと結果は出てくるわけなんですが、まあ、一応、まあ、コラムメジャー、ローメジャー、先週やりましたが、ちょっと、気に留めておいてください。で最後、今日の、全体的な復習としてですね、行列行列積のパフォーマンスをいろいろ見てみましょうということをします。じゃあ、いろんな CPU とか GPU で、行列行列積をやって、ベンチマークを取ってみましょうということをしています。でまあ、ジェムっていうのは、まあ、皆さんご存知の通り、ABC アルファ AB プラスベータ C になって、それを1から5000まで変えてみた結果をプロットしてみたいと思います。で縦軸はフロップスで、横軸は、行列のディメンションです。で、それで今いろいろ見て、考えてみましょうっていうのが最後のグラフになります。よろしいでしょうか。まあ、これが大変面白い、これを見てなるほどなと思えるようになるのが今日の授業の、到達点なんですけれども、皆さんできますでしょうかと言われて、まあ、すぐできるっていう人は多分いらっしゃらないと思いますので、なるべく、まあ、実際は宿題にしたいところなんですけれども、まあ、そんな、まあ、ことは言わないでちょっと解説していこうと思います。これがですね、この赤い線がですね、GPU でやった時の結果です。これは、しかも転送を伴わない GPU の結果ですね。要するにメモリに、CPU から GPU に転送をするしないでちょっと分けたんですね。しないで、データだけ、ベンチマーク取ったらこんなふうなグラフになったと。見たら分かりますけれども、まあ、立ち上がりは今日グーってなっていて、なんかギザギザが結構出ますよね。なかなかそれが、まあ、メモリの問題です。で次にこの緑の線を見てみましょう。緑の線は立ち上がりも遅いですし、なんかゆっくり、ピークパフォーマンスに近づいていくような感じになります。これは何を測定したかといいます と、GPU と CPU の転送込みの行列積です。GPU 転送込みの行列積です。で、
じゃあこの青い線はどうかっていうと、インテルゼオンの5680の ×2 ネハレムの 3.3 ギガの6コアだから、まあ12コアのマシンの、ジェムの結果です。最初まあピーッと上がっていって、ここでまたギュッと上がっていって、まあこうなんか特定の位置でガクッと落ちるっていうことをやります。じゃあまあまあこの、じゃあこれピーク性能は300ギガフロップス出てて、これはまあ NVIDIA の C2050 ちょっと古いやつですけども、まあ500ギガ、まあこれがまあ大体500ギガ515ギガバイトパあ515ギガフロップスが、ピークパフォーマンスで、まあ、ジェムの性能はここら辺だろうというふうにいろいろ言われてますけれども、300ギガフロップスぐらいがまあ限界となっているということで、まあ、これはまあ大体実測ぐらい出ましたということになります。でこの立ち上がりのところはどうなっているかというと、やっぱり N 分の1 O の N 分の1の結果を色濃く反映しているわけですね。要するにバイトパフロップが、ちっちゃいところではやっぱ無限大に発散するので、ここはメモリ転送の方が大きくなるということですね。でもまあ大体1000超えたぐらいから、N 分の1が1000分の1ぐらいになってくるわけで、まあ、ほとんど見えなくなってくる。でピークに近づいていくのが、まあ、ここなんですけれども、じゃあこのギザギザは何よって話になるんですけれども、これは、メモリの、これは GDDR の、強い制限で、メモリサイズがある程度大きくないとを取らないと、パフォーマンスがガクッと落ちるということになります。要するに、例えば64とかサイズの切りのいいところでは非常にいい値が出るんですけれども、そういうふうなところから1個ずれたらガクッと落ちるわけです。それはなぜかと言いますと、1個増やすことで、まあ、大体2倍、まあ、その64の例えば64の何倍かってなると、それの2倍ぐらいの大きさのメモリを確保、取ってこないとダメになるので、そこのアクセスのペナルティが出てくるということになります。まあ、要するに、まあ、あのイレギュラーなサイズのレイテンシーっていうのが、まあ、そのイレギュラーなレギュラーな時とイレギュラーな時というふうなことでギザギザが出るということになります。でこの緑の線を見てみようということになります。緑の線は、まあ、あのなだらかに上がっていきます。これは何かというと PCI エクスプレスバスのやっぱ転送速度というのが、まあ、行って帰るまでののが出てくるわけですね。そういうのを見てやるとやっぱりあの遅くなるわけです。でも最終的には一致するはずです。 O の N 分の1はいつでも正しいから。でも5000でもまだ一致しなかった、まあ、これはまあ理論的な極限なので、やっぱまあまあ当てにならないんですけども、じゃあ1万だったらいいのかとか100万だったらいいのかっていうのをどんな時にでも言うっていうのはなかなか難しいのであれなんですけども、やっぱまあ大きくなれば重なる、まあ、N 分の1で重なることになりますが、やっぱりこう PCI エクスプレスバスっていうのが出ていてくると。ここ次はやっぱりあの、最後は CPU なんですけれども、 CPU も立ち上がりはこう GPU と同じようにぐーって速くなります。多分ここは L1 とか L2 キャッシュに乗っかってるぐらいなんでしょうね。まあ、だから立ち上がりがギュッと速いのは、そのちっちゃなキャッシュの中ブロックの中に全部、データが入っちゃうので、まあ、そんなにあの遅くならないでガクッとあの行っちゃうってことなんでしょう。それからは、L2 キャッシュとかのところを、行ったり来たりするので、そんなにスピードは上がらないけれども、N 分の1でも上がって、O の N 分の1でも、フロップスはピークフロップス上がっていくので、ここら辺でガクッと上がっていくんでしょうね。で、メモリのサイズが大きくなる大きくならないっていうのは、まああの DDR だと NVIDIA の2050だと GDDR5 なんで、やっぱりあの固まったメモリをアクセスするのにはすごくあのレイテンシーが大きいわけですけれども、DDR3 とかだとレイテンシーを隠すような機構が入っているので、やっぱりそこのギザギザの振れ幅っていうのはちっちゃくなっていくんですが、やっぱりちょっと見られるわけですよね。こういうふうなところで少しずつ遅くなるってことがあります。それはやっぱりメモリのイレギュラーなアクセスイレギュラーというで、まあ、何かの倍数になってない時のアクセスするときに、やっぱりそれよりあの多くと、まあ、実際には多く取っているようには見えないんですけれども、内部的には多く取っていくつか捨てるってことをやってるのだと僕は思ってますけれども、そういうふうな処理が入るので、やっぱそういうふうになります。やっぱりここで GDDR5 の、普通のメモリのスピードとレイテンシーっていう関係がちょっと見えてくるってことになります。で、まあ、
こういうふうなグラフを見て、なんかまあ、まあ、こういうふうになってるんだねっていうのが、まあ、この授業を聞いたら分かっていただけるようになったかなというふうなのが、今日の講義の目的です。で、最後、もうあと5分ぐらいなんで、まとめとしていきましょう。じゃあ、今日は何を学びましたかってことです。コンピューターの簡単な概念図は、フォン・ノイマン図というのがあるということになります。それにはボトルネックっていうのがありますよと。フォン・ノイマン・ボトルネックっていうのがありましたね。ってことです。で、次には、メモリバンド幅と CPU の高速化っていうのは、メモリバンド幅と CPU 両方とも高速化してるんですけれども、メモリのバンド幅の高速、が大きくなるってことは、もう全然違うってこと、もう追いつかない、メモリのスピードが相対的に遅くなってるってことが、見えました。で、バイツパフロップスっていう、フロップっていう概念をやりました。アプリケーションによって BF 値が異なるということと、マシンによっても BF 値っていうのがありますと。で、全体的な傾向としては BF 値がちっちゃくなるって方向に向かってますっていうことですね。で、ブラスレイパックの高速版、オープンブラスや五藤ブラス2を使って、そのパフォーマンスの違いを見るってことをやっていました。これは何言いたいかというと、こういうふうなフォン・ノイマン図を見た時のボトルネックっていうふうなのも、まあ、理論的には正しいんですけれども、実装っていうのがすごく重要になってくるよっていうことで、いい実装を使えばそれなりにの、ちゃんとカタログ値に近い値も出すこともできますよっていうふうなのが、ここで、見えました。それで CPU、GPU、あ、CPU、すみません、行列積は CPU の性能が出ますし、行列ベクトル積はメモリのバンド幅の性能が出ますよというのを、実際に見てみました。それで五藤ブラス2でそれぐらいの性能出てますねというのを確認しました。で、行列積の手法というのは、どういう高速化というのは、手法というのは何がありますかというのも説明しました。それはブロック化という、ことをやっています。アルゴリズムを変えます。アルゴリズムを変更、そのナイーブな掛け算、教科書的な掛け算じゃなくて、アルゴリズムを、そのコンピューターに合うように変えました。それはどういうことかっていうと、ナイーブなものではなくて、ブロック行列に分けたものの積を取るというふうな形にしました。それで実際に計算してみて分かる、まあ、ちょっとモデルみたいなものを計算しましたけど、キャッシュのヒット率が上がるってことも、見ました。で、最後に GPU で行列積を行う例というのを示しました。その中で、メモリのレ、その最後のグラフの中でメモリのレイテンシー、ジェムのバイトパフロップがサイズに依存すること、まあ、その他もろもろっていうのを読み取っていただけるようになるっていうのが、なったら、まあ、大体僕の、講義が役に立ったなというふうに思えるところです。ということで、今日はこんな感じで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。